じゃあ口の中チェックしていきますね。はい。風かけていきます。はい、かけてください。こっちの右下も奥の中が結構大きく虫歯になってる。結構大豆1個分ぐらいの虫歯かもしれない。危ないです。これ神経まで行ってそうな気がするから、ちょっとレントゲンを取った方がいいですね。染みたりとかもしてないかもしれないけど、甘いものが染みるとか、あとは冷たいものが染みるとか、あと熱いものが染みてくるようだと、ちょっともう危険信号なんですけど。冷たいのが近く過敏かなって思ってた。ああ、なるほどなるほど。多分この虫歯は近く過敏と思ってたけど、本当は虫歯だったり。したのかもしれないですよね、この痛みの原因がね。他にも虫歯ってありそうですか？はい、ちょっと虫歯の出来かけみたいなのありますよね。この歯の裏側ちょっと黒くなりかけてるんですよね。これは一回虫歯になったんだけど、ちょっと進行が止まってそうな感じなんですよね。今進行中の虫歯っていうのは柔らかいんですけど、今カリカリしても硬いので、一回虫歯になりかけたんだけど、表面的にだけど一回それが進行が止まって、茶色いは茶色いけどまだ治療するレベルではないっていう虫歯です。で、歯周ポケットって言って、こういう定規みたいなものを歯と歯茎の境目に今刺していきますね、はい、でそうすると歯周病の進行具合っていうのが分かります。1ミリとか2ミリぐらいだったら正常です。3ミリで歯肉炎、4ミリ5ミリで歯周病初期状態っていう感じです、はい、ちょっとでもこう歯茎触るとプカプカしてるんですよね。確かに、なんか弾力が、ね、ちょっと歯肉炎気味なんですよね。でこうやってちょっと触ると出血があるっていうのは、あの歯茎に炎症がある状態で、歯ブラシの刺激によって歯茎っていうのは鍛えられていくんですけど、出血があるっていう状態は歯ブラシがきちんと当たってない場所なんですね。手のひらとか足の裏みたいにこう刺激が加わることによって丈夫になっていくんですけれども、この歯茎っていうのは触ってあげないとどん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 弱くなって出血しやすくなっちゃうんです。一度起こしますね、はい、じゃあこちら味のないガムなんですけれども、はい、これを3分間噛んでいただいて、はい、で出てきた唾液はこれに全部出してください、はい、で飲み込まずにですね、はいはい、唾液が出てるとその汚れをこう自分で洗い流す力っていうのがあるんですね。で唾液の量と質っていうのが大事なので、今量とあとは質としてこの酸性度がどれだけ強いのかっていうのを調べていきます。唾液が酸性が強いと歯が溶けてしまうので、もう自分で守るはずの唾液によって歯が溶けてしまうっていうことが起きるし、唾液の量が少ないとそもそもこう洗い流すことができないので、ずっと汚れのパックをされたような状態なので、虫歯のリスクっていうのは高まってしまうんですね。はい、じゃあガムはこちらに出してください。試薬が入っているので今取った唾液をこの中に入れてます。で蓋をしてちょっと振らせていただくと色が変わってくるんですね。お、悪くないですね。大丈夫です、安全液でした。この色見本からするともうほぼ 6.5 で一番いい唾液の色でしたね。でこの黄色に近づいてくるともう酸性が強いので自分の歯を溶かしてしまう、すごくいい状態です、うん、唾液の量も多いし質もいいので、うんうん、ありがとうございます。そう収束ていきますか、うん、じゃあこちらの注射器を唇でこうパクってかあの挟んでいただいて、お鼻で呼吸してください。はい、はい、こうやってしていただいて、お鼻で深呼吸です。いいですか。
以上口開いてください。こちらの空気を徹底していきます。はい、完了しました。お、出ました。はい、あとですね、3種類のガスを検出してるんですけれども、この黄色い帯を超えてしまってると、これは人にもこう伝わってしまう口臭のレベルっていうことになりますね。この有化水素っていうのは腐った卵の匂いなんですね。これは歯周病に基づいた匂いなんですけれども、でこのメチルメルカプタンっていうのは生ゴミ臭って言われていて、でこれは食べ残しがちょっと発酵したことによる磨き残しによる匂いなんですね。でこちらは胃が悪かったりとか、あと糖尿病だったりとか内科的なものとかっていうこともちょっと考えていかなきゃいけないっていうガスの種類なんですけれども、こちら硫化水素っていうのは歯周病、歯肉炎とかによって起きてくるので、ちょっとさっきね歯茎が少し腫れてたので、それによっての匂いがちょっと人に伝わるレベルでしてしまっているということが今分かりましたね。でこれを改善するためには、歯肉炎を治すっていうことが口臭をちゃんと撃退する上ではすごく大事になってきますね。はい、では今から磨き残しのチェックをしていきます。はい、ピンク色に染まるのか青く染まるのかっていうことによって、新しい汚れかそれともずっとこびりついてる古い汚れかっていうのが色によって分かるんですね。はい、じゃあ開けていきますね。じゃあ染め出しをしていきます。じゃあこれで一回洗っていきます。いいですか。はい、でそうするとこういう表面のところっていうのは割と綺麗なんですよね。だけどこの歯と歯茎の境目とかっていうのは45度の角度で歯ブラシを当てていかないと当たらない部分ですし、この歯と歯の間とかっていうのも歯ブラシを縦にして当てないと当たらない部分なんですね。で歯ブラシの当て方なんですけど、前歯なんかはこう横にも磨くし、こう縦にも磨くし、あとはこのくるくるっていう動きを付け加えていただきたいんですよね。でここの虫歯が一番かなり汚れがついちゃってるので、歯ブラシをこう縦にして当てていただいたりとか、あとちょっと角度をつけて歯の面を磨くっていうよりは歯と歯茎の付け根をこう狙って45度の角度をつけて1本ずつ磨いていくとかって、ゴシ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 、こう擦るっていうよりは揺さぶる感じでやるとすごい綺麗になります、ね。じゃあお水と粉の粒子で綺麗にしていきます。これはアミノ酸のパウダーで歯茎の中の炎症まで、ね、洗い流すことができるので、しますね。で皆さんこうやってパチンってやっておしまいって思ってるんだけど、もう入れたら歯に巻きつけて歯茎の中を磨いてほしいんですよね。でこっち側も
やって腰腰腰はい、押します。じゃあ終わりましたので確認お願いします。大丈夫ですか？はい、なんか思ってたよりも磨けてないなって思うところがすごい多くて、それをその今回たくさん知ることができたので毎日気をつけていきたいなって思います。古い汚れが結構前歯についてたんですよね、はい、横磨きで唇が邪魔して当たってなかったところっていうのをよく縦にして、はい、あの角度を気にして、ね、当ててみてください、はい。